続きましてグラメンテが登場してまいります。グラメンテが9歳で今年が5年目でございます。グラメンテ昨年3区がデビューしましてファーストシーズンサイヤー見事第1位を獲得いたしました。今の3歳世代でも第4位と、第4位出てきます。グラメンテ3区まだ重賞勝ち馬は終わりませんが、東京スポーツ杯タイトルホルダー2着、ジュンブルースカイ3着と上位に入選をしております。またアスコルターレ、モミジステークス、オープン勝ち、グラモンド、アドマイア、ザーゲ、キングストンボール、ファルボーレ、ワンデイモア、そして先週原田賞1勝クラスの特別見事な勝ちっぷりでございましたアベラーレと7頭の2勝馬が誕生いたしました。たくさん良い繁殖をつけていただいた結果ではございますが、初年度から3歳の2月の時点で2勝馬がこれだけ出るというのはまずグラメンテのポテンシャルの高さを証明することができました。前人未到不死3代日本ダービー制覇へ向けて、今後とも頑張ってまいります。今年のグラメンテ種付け料1000万円でございましたが、番口となっております。来年以降もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。グラメンテでございました。